いや、本当に来ちゃったなぁ。なぁ、初めて？人類のほとんどの人が初めてだと思う。てか、いい景色だなぁ。ここで目玉焼き食ったらうまいんだろうな。どんな発想だよ。川でバーベキューするときってさ、安い肉もうまく感じるじゃん。うん、そういう発想。ああ、雰囲気で飯食うってこと？そう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 、宇宙目玉焼き。それさ、なんか違くない？何が？あれはさ、友達みんなで川にドライブ行って一緒に楽しく料理するっていう調味料があってこそ、安い肉がうまく感じる味付けがされるわけじゃん。まあね、その日の雰囲気とか空気が相まってうまく感じるってことね。そうそう、家で食ったらめちゃくちゃ普通の安い肉なんだよな。だから楽しんでないやつは別にうまくないって思ってるかも。空気読んで飯食ってるって感じだな。宇宙は雰囲気も空気もないわ。飯の話とか出て、宇宙では空気がないってこと？いや、無意識だったわ。恥ずかしいね。つまり、まだ目玉焼きが美味しいと感じる空気になってないんだ、みんな。いや、お前なってんのかよ。俺は焼肉なら美味しくなると睨んでる。いや、それはもうどこで食っても美味しさの相場決まってるわ。俺とニッシーはまだ宇宙目玉焼きが美味しい空気になってない。飯が美味しく感じる空気一回作って。飯がうまくない空気ってあるかな。まあ意外とあるかもな、空気読んで食う場面。例えば？街の汚い中華屋とか。ああ確かに、街の汚い中華は汚いほどうまいと思っちゃうもんな。店先のサンプル品がホコリめっちゃかぶっててさ、メニューも油でギットギトみたいだね。実際は綺麗な方がいいのに空気でうまいって感じしない？わかる、俺は食べ過ぎちゃう。高級フレンチレストランとか。あー、すでにちょっと共感かも。まずフランス料理って俺うまいかどうかわかんないんだよ。自信を持ってうまいって言えない自信あるよな。そうそうそう、なのに高級レストランのおしゃれな空気でうまいと言わざるを得ないのよ。うまいのカツアゲされてる感じだ。わかる、行ったことないけど。じゃあわかるって言っちゃダメだよ。山登りして山頂で食べるカップラーメンも空気で食ってない？めちゃくちゃ疲れてる状態なのに何食ってもうまくね。てかそれ物理的に空気がうまい説ある。だから同じカップラーメンでも低い山と高い山で味が変わるって言われてるぞ。マジ？いや知らないけど。じゃあ言ってダメだよ。てか目の前の地球すげえ青いから食欲出ないわ。いや飯の話してるんだからそんなこと言うなよ。空気読め。宇宙まで来て空気読むの嫌だわ。宇宙には読む空気もないからね。うるせえ。いや地球は読まなきゃいけない空気すごいあるからな。そうそう、居酒屋でみんな生ビール頼むから俺も頼まなきゃいけない空気とか。なんか違うと思っててもみんな賛成するから否定できない空気とかね。そう、自分だけ感じる重い空気っていうか。ここは重力もないから重い空気にならなくていいね。てかさっきから宇宙うまいこと言う選手権を途中から始めてるよね。始めてんのよ、突然ビッグバンのごとく。つまんな、つまんな。それはマジでスペースシャトル。シャトってるよね。もうネタつけたの？好きだけに。いや、ほんと西が言う通り、地球って空気が大切だよね。今うまいこと言ったつもりだったんだけどな。あ、今のを解説すると、その月るという言葉とムーンの月をかけて。あ、解説が一番はず。まあ空気読まなくてもいいけど、読んだ方がコミュニケーションできるからな。でも、そんなに気にしてると息苦しくない？地球に窒息死させられるわ。もう空気とか気にするのやめよ。自分らしく生きよ。今の社会ってそういう空気あるよな。え？俺今空気読んだみたいじゃん。逆に空気読まないっていう空気もあるけどな。まあ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 、空気とか読まないで生きようぜ。わかった。今完全に空気読んだね。